フルフェナム酸とは、フェナム酸系のヒステイロイド性抗炎症薬の一種で、あり、に、アミノから、安息抗酸のことである。フルフェナム酸の尖閣構造式。フルフェナム酸の分子模型。黒は炭素、白は水素、赤は酸素、青は窒素、木は不死素を表している。フルフェナム酸の分子式は、C14H10 回3の2で、分子量は、 約281.22991である。フルフェナム酸も他の一般的なヒステロイド性、抗炎症薬と同様にシクロオキシゲナーゼを阻害することによってプロスタグラン人類の生成を抑制する作用を持つ。これによって抗炎症作用や鎮痛作用を発揮し、またそれに伴う副作用も持つ。また、フルフェナム酸は EN、 アクア 1C3 という酵素を阻害する作用、さらに ENTRPC6 というイオンチャンネルを作動させる作用も持っている。しかしながら、フルフェナム酸には30%から60%という高い確率で胃腸障害を起こすという副作用を持つため、あまり人に対しては用いられておらず、アメリカ合衆国では通常フルフェナム酸を用いない。それでも、 アジアとヨーロッパのいくつかの国では、フルフェナムさんが用いられる場合もある。ABNIH リバートックスデータベース、メフィアナミックアシッドラストアップデーテッドジューン23、2015ページアクセストジュライさん、2015クオート、ケミカル、人ンインタラクションクエリー、フルフェナムアシッド、コンパラティブトキシコジェナミックスデータベース、 ノースキャロライナステートユニバーシティ2015年7月4日閲覧ジェフリー K ・アロンソンマイラー s サイドエフェクトオブアナル系ジックスアンチインフラマトリードラックスエルザビア。 2009ISBN9 兆7800億8093万2941ハットトラックスドッコ、s. ト COMDRUGS.com インターナショナルリスティンクスフォーフルフェナムアシドページアクセストジュライさん2015ありがとうございます